ニュースください。ミャンマーで何が起きてるのか教えてください。はい、バンコクで旅行できると言ってる。あらら、いっそ、いつから？16日、12月でね、クリスマの日ね、31、タイ国で旅行できるの。旅行できるかできるか。これ今交際聞いて、交際聞いて書いてました。今ね、冒険してください。これ本当に大丈夫だね。ダメじゃないか。ダメじゃないかな、うん、でもチケット売りますなんだね。え、私もね、びっくりました。できるの？できるかな。多分だけど、これ日本語に翻訳したやつ読む限りでは、バンコク発のバンコクに帰るっていう日帰り旅行なんじゃないかな。あ、そういうことか、うん、じゃあバンコクにいるミャンマー人に向けたあのメッセージなのね、これは。残念僕だけはいけません。ミャンマーチャットがあれですね、1370でした。ワクチンのおかげだそうですね。なんか、あ、そうなんだ、うん、って書いてありました。へえ、ほんと1ヶ月前とかね、1290とかだったからもう、いや本当に泣きそうでしたそうなんだ、でもワクチンのおかげなんだね。だからもうほんとそこだけなんだよね、ワクチンが来て経済が戻るぞっていうのを期待しての、はい、ってことですね。ミュージアム、おいろいろあると思うんですが、2人はわかる？はい、なんかパッて思いつくのある？サミュダピアダ、前社長と一緒に行ったね。本当に大変でした大変でした、ね、大変だったの。どういうことだ？社長と私とアナと3人、うん、なんで大変だったの？3階に歩いてエレベーターをしないでそのままで歩いていきました、はい、嫌だったの？ちょっと早い時間だから、ね、眠いし、歩いてから歩いて寝ましたヤンゴンの4大博物館わかりますか？4つあるの、ヤンマーの、ヤンゴン国立博物館、はい、あとネピドにもあって、国立博物館が、ああそうだそうだ、はい、ヤンゴンとネピド、ね、あとマンダレ文化博物館、あとバガンにもあって、はいはいはい、はい、はい、この4つがオープンするかもしれない。お、ついに？え、そうですか。ね、まだ決まってないんだけど、これのね、そうすごいところはちゃんとこういう方法でオープンしますよっていうのを発表して、はい、ウェブサイトから予約制、あ、そうなんだ、オンラインで、うん、予約を受け付ける。で、一度に入場できるゲストは何人までだと思う？10人、5人まで。だからそうやって入場も制限するけど、あの閉めとくよりは開けた方がいいっていう考えなのかな、はい、そうだね、そうですね、まだ決定ではないんですよね、これもね。いいね、でも行きたいですね。行きたいですね。今度は眠くない時に行こうね。コロナ2000個以上のクレーム苦情が寄せられたらしく、何の話で？女性をターゲットにした悪いことだったりとか、そういう問題です。人権問題。なるほど。ですかね。まあ、ちょっとはっきりとは書いてないんですけど、まあ、レイプとかなんじゃないかなと勝手に予想。コロナの中でってこと？はい。ああ、そうなんだ。で、それをミャンマー国家人権委員会が受けて、適切な処置などをしていると。まあ、コロナ関係なくあるんでしょうけどね、正直。まあ、ハナも前教えてくれたじゃん、隔離されてる時に女性がレイプされちゃったよとかいう。うん、そういうのがね、今増えてるのか、うん、そうですね、今ね、お金ない人は多いし、仕事は今全部みんな休みだから、ちょっと大変な時期だからね。そうね、大変だけど、やっちゃダメなことってあるからね、やっぱり。ルークインデーを守る、はい、あのボランティアのね、グループが今いっぱいあるからね。はい、そうですね、今もボランティアいっぱいですね。そうだね、あ、そうやもやってるし、ちょっと人たちもボランティア、お金
あるの人たちもボランティアやってる人も多いですよ。増えてきたね。そうね。2人は何か参加したことある？私はゴミのボランティアしたい。ゴミ、今レールの中にゴミを切って水のボトルの中に入れて自分の何ですか名前をちゃってる。ヤンゴンにあるね、こういうボランティアグループ、僕いっぱい知り合いだから、はい、コロナが多分落ち着いてくるとね、活動またスタートするから、他の人も入れるからね。なんかどっかでみんなが興味あることがあれば一緒に行こうか。はい、イとノーとオ。あ、イのオ、そうですよ。イのオ。インアンレイとかインレイコとか。それが欲しかった。インドネシア。インドネシアはやめよう。ヤンマー。ヤンマーと言えば。ヤンマーでしょ。インレイね。インレイってどこにあるの？インレイはどこ？カロードタンに近くの。なんて村だっけ？知らない。あ、待って、今足で。やってる？ニャウンシュエね。ニャウンシュエ？そう、ニャウンシュエっていうところになります。はい。何が有名なんだっけ？水の中で。ぜいぜい、いやぜいは何？市場。ごめんなさい。市場。水の上の市場ね。足でやってる？そうそうそう。足で何してんの？船？船じゃなくて、船じゃないでしょ。オールって言って、オールを漕いで、で魚を取ったりするんだね。はい。ヤンマー、田舎のね、一つの有名な景色です。じゃあ次、の。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 ノーウェイ。ノルウェイはほらノルウェイだからミャンマーじゃないから。あなたはさっきからインドネシア行ったりノルウェイ行ったり。ノーウェイはミャンマーにもあるでしょ。ノーウェイ、ノルウェイ。はい。何それ。町の名前だけ。町の名前。そうそう、町の名前、ノーウェイはね、そうそう、リビドの中で。あ、そうなんだ。ノーウェイにはね、ミャンマーのノーウェイにがモトバイク買ってるは有名。なんかでもあんまり聞いたことないけどな。外国人の中には有名じゃなくて、ミャンマー人の中にはね、モトバイク、世間のモトバイクは有名。他にないの、ので始まるミャンマーといえば、ノボテルとか。ノボテル。ノボテル。ノボテル。そうですね。ダメだろこれ。ノボテルの中の紹介とかしときます、苦し紛れに。確かにね、ミャンマーのノボテルはこうですよって言って。行ったことない方がいいと思う。はい、そう。あ、マジか。ですか、ノボテルか。行ったことあるか。あるでしょ、プル。あ、そう、プル。もうガマーニラどこ助かるずっと考えて忘れた。どうだった？綺麗です。綺麗だ。いや、のホテルでも綺麗なホテルだからね、お高いんじゃないですか。はい、高かった？2万ちょっとです。2万ちょっとか。2万ちょっとかな。今子さんあまり覚えてない。今昼は暑いからね、プールしたいね。はい、はい、夜はもっと綺麗。あ、そうなの。あ、本当ライトアップされる。はい、バーもあるからね、プールの中。あ、いいね。おしゃれ、はい、とね、のホテルにはね、焼肉があるね。お店の名前知ってる？たくみや。たくや？たくみや。たくみや。そう、たくみの、たくみね。はい。たく、日本人のお店です、でしょ？そうそう。美味しいんだ、ここの焼肉が。はい、美味しいです。コロナが明けたらさ、焼肉に食べに行きたいな。行きたいな、たくみや。じゃあ最後、おっぽ、違うな。おっぽは携帯しかも。オレドお、だから。カタール。携帯つながりになっちゃった。ブダオ。じゃあ最後におっついちゃダメだから、最初にね。あ、そうですね、最初で。ごめんなさい。おずん、おーしおーしこれです。おーしあった。チャンピンソフのうまそうにはね、おずっとやってるから。おーし、ケイユミソフやってるよ、それ。
ビルマンもありますね。防水ね。これ何？楽器？ポポポポ。声は？太鼓ですね。太鼓。日本語だと太鼓。防水ね。これいつ使うの？あ、祭り、お祭り。どんな音が鳴るの？ポポポ。うん、そう。いろいろな音ありますね。長い。オーシーとか、うん、小さいのオーシーとか、ね、何でできてるかわかる？馬だ。あ、馬なんだ。そう、馬はな。すごいね。俺いいね、叩きたいな。二人ともできる？ね、それは男私だけやってるよ。あ、そうなんだ。遊んでるだけやってる。あ、これさ、あの、ラウェイの時にも叩く？ケイ民族ではあります。それは、人情の中にも、お客様の中にもやってるよ、オフで、そういうふうに。あ、じゃあ祭りの時は絶対に使ってるんだね。じゃあさ、これ僕叩くの練習するから、アンナ踊ってね。それ難しいよ、少々。そうなんだ。面白い方は、高評価を。もっと聞きたいなったら、チャンネル登録をお願いします。お願いします。それでは、花と、あきと、カズでした。バイ。近いところにもなゴルフ場、小さなゴルフ場ありますよ。勉強する人たちのゴルフ。あれだね、日本語で言うと打ちっぱなしだね。打ちっぱなし。そう。打ちっぱなし。打ちだけね。歩かないね。空いてるのかな。一回カメラ持って行ったら面白いですよね。女の子がボールを置いてくれるから。そう。多分日本人みんなびっくりすると思う。一番初めは。はい、花とアンナはゴルフしたことあるの？ないです。打ちっぱなし行ってみる？行ってみたい。打ってみたいよね。そうですね。そんなに高くないからさ、はい、そんな高くないですね、打ちっぱなしだけだったら。見に行ってみようか、今度。気持ち良くないとか、ちょっとね、それからゴルフやるからいいと思います。フレッシュなね、気持ちがね。はいはい、はい、打ちっぱなし行きたいですね、はい、来週行こうか。じゃあ、お、やった。みんなで行こう。何にしよう。ここはないよ、社長。何でもいいよ、服は。ただ、うん、あのワンピースで一回行ったけどね、打ちにくかった。